今日はホンダの N ワゴンカスタムを見てみようと思います。今ハザードランプがついております。エンジンスタートのスイッチがここです。ドリンクホルダーがあります。風量オンオフモード切り替えです。エアコン温度設定、シートヒーター、運転席助手席両方ついております。循環、フロント送風、リア送風、 P と R、N、D、S の操作です。押して下げる、そんな感じですね。で、エコモードになるとこちらがエコモードの表示に切り替わります。エコ、ブレーキの解消、使い方は至って簡単だと思います。結構がっつり入るドリンクホルダーもついております。 USB もしっかりついております。トランクも上下2段になっております。シートベルトのリアが
こちらの方に表示されます。ガラスも防眩ミラーです。